境がある。それは100発の拳を耐え続けたら親孝行の頭になれるという。フルヤ、お前の98発の記録超えられるんじゃねえか。ただ未だかつて成し遂げた者はいない。そこに親孝行の看板を狙いに現れた一人の男がいる。つける親孝発の100発に耐えた男、村山義樹。その後村山が頭になったことで親孝は初めて統率が取れる。